ご視聴ありがとうございます。楽しいのボビューの原です。今回紹介するのは節電タップ一個口ダイソーさんのやつです。このカラフルっていうのをですね紹介しようかと思って用意しました。以前ですね節電タップ二個口の紹介してるんですけれども、これです。これがどうなってるかっていうと、ここの机を角度的にはこっからこう照らしてたのがこれです。これがこうやってつくというやつなんですけれども、これを以前紹介したんですけれども、1個2個と2つ、これをもう1個くっつけてもこうやって2つのスイッチが入るってやつなんですけれども、最初にですね私紹介したかったのはダイソーさんで見たのがですねこれなんですよ。このカラフルってやつが色が良くて、これを紹介したいなと思っていたんですけれども、売り切れちゃっててなかったんですけれども、この間ちょっと見に行ったらこれあったもんですから買ってきて、ぜひ紹介したいなと思って今回の動画を作ることに至りました。これを紹介したいなと思ってました。ですからですね、2個口が1個口になるだけなんですけれども、2個口のは白なんですよ。ですけれども、これも100円なんですけれども、2つありますよね、口が。100円なんですけれども、2つあるんですけれども、これは100円で1個しかないんですけれども、色がカラフルと、おしゃれじゃないかってことで、これを紹介したいと思います。開けてみましょう。以上でカラフルですよね。これを、これに変えてみます。よいしょっと。これで、ですから、これが大元の電源をここに挿して、でよしと、でこれを刺してで、これをこうやってつくと、わかりますか、こうやってつくと、置いといてもカラフルということを今回言いたかったです。これを紹介したかったです。ダイソーさんの節電タップ一個口の紹介でした。チャンネル登録をお願いします。この動画良かったって思われる方は高評価のボタンをクリック、よろしくお願いします。今回以上です。なんかいいでしょ。いいでしょ。これなんか色は。100円でこれはいいなって前から思ってました。初めて見た時から思ってました。